こんにちは K です今回は割れた恋をやっていこうと思います呪われた恋ですね相変わらず脱字がひどいゲームです場所はウィーピングウィローここから出発します ハイブリッド F1 カープがよく釣れる場所ですマーカーの位置に投げ込みます最初にミッション中唯一小型のハイブリッドカープの U を狙います竿はカープロット4本ハイブリッド F1 カープの推奨が8号から4号なので間の6号を使用わらじしをセットして釣りました釣ってみたらあっさり釣れました 残りの対象魚はフックサイズを4 0で全て釣りました定期的にスポットロットで幽霊のグラウンドベイトを巻きながら釣っていきました結構狙いの魚のヒット率が良くバカ高い餌を買い足すことはありませんでしたそして驚いたことに一箇所で全ての対象魚が釣れてしまいましたこんなものなんでしょうか追加のミッションで一番簡単でした 終わったのでこのままミッションのモンスターハントも終わらせます同じ場所にあるストーンサークルに向かいます終わりました。 サオとリールがもらえます。以上になります。ご視聴ありがとうございました。